サイクリング親善大使は元モーニング娘。で自転車愛好家としてファンの間でも知られていらっしゃいます吉澤ひとみさんです。それではお願いいたします。衣食状を読ませていただきます。衣食状 JCA サイクリング親善大使吉澤ひとみ殿、あなたを平成27年度 JCA サイクリング親善大使として委嘱します。平成27年7月31日公益財団法人日本サイクリング協会会長谷垣貞一、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。この度サイクリング親善大使に任命されました吉澤ひとみです。私は本当に小さい頃から自転車が大好きで、何をするにもどこに行くにもこう自転車を使って遊びに行ったりとかお買い物に行ったりっていう、本当に身近に自転車っていうのが常にあったので、本当にこう自転車を楽しむというより、自転車がないとこう生活がうまくいかないような環境にずっといたので、そんな自転車をずっと乗ってたんですけど、ロードバイクを乗り始めたのはここ5年ぐらいなんですけど、やっぱりその自転車に乗って走ってる気持ちよさだったりとか、その便利さだったりっていうものを、本当に自転車は素晴らしいなっていうのを感じます。あとはとてもエコだったりとか健康的にも自転車はいいなと思うので、自分でも乗っているんですけど、まあ親善大使ということで、これからは皆さんにそのルールだったりマナーをきちんと守った楽しい正しいサイクリングを皆さんに広めていきたいなと思いますので、私も責任を持ってちゃんとマナーを気をつけてこれから走って、そして皆さんと一緒に自転車を楽しんでいきたいなと思いますので、皆さんも今日ここにいらっしゃる皆さんもぜひ自転車に乗ってほしいという気持ちで、これからはいろんな活動をしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。始められた、コーナーいたってますか。お願いします。はい。ロードを始めたきっかけは、自転車をずっと小さい頃乗ってたんですけど、そのモーニング娘。で活動してる間なかなか乗る機会がなくて、でモーニング卒業した後にやっぱ自転車乗りたいなって、1台自分のちゃんとした自転車欲しいなと思って、いろんなこう本とか見てたんですけど、事務所の先輩で車ランキューの誠さんにがすごい自転車乗られてるっていうのを聞けたので、誠さんにお食事しながら、どんな自転車がいいですかねって相談したんですけど、そしたらロードがいいよっておすすめされて、私も初め、いやこういうやつですよね、最初からロードはどうかなと思ったんですけど、誠さんにいいからちょっと乗ってみてって言われて、奥さんの自転車を乗せてもらったんですよ。そしたら、こんな簡単に坂道上がれるんですかとか、あとはその全然こう細いタイヤだったりとかっていう連携姿勢もすごい好きになってしまって、これはもうロードを買おうと思って、いろんな自転車屋さんに行って、それこそいろんなものを見たりとか、フレームから売ってるんですかとか、タイヤ自分でこう組み合わせるんですかとか、なんかそういったのも始める楽しみの一つのきっかけでした。はい。改めて親善大使に選ばれたお気持ちってどんな。すごく嬉しいんですけど、嬉しいと同時にその責任感というか、ちゃんと責任を持って、やっぱり自分自身も改めてマナールールを守って日頃自転車に乗ろうっていう気持ちと、皆さんにもそれを伝えて一緒に楽しんで、自転車で一緒に楽しんでいきたいなっていう思いがいっぱいです。